さんこんにちは、森崎アリスです。はい、今日は写真と声の共有アプリピープの紹介をしたいと思います。このピープっていうのは写真をね、まず自分の写真をポンって撮ることができて、まあこんな写真だったりとかね、まあこんな写真だったりとか、まあいろんな写真を撮って、そこに写真プラス声を入れることができる最新のアプリなんです。で、いろんなコスプレイヤーさんとかが投稿していたりとかするんですけれども、まあ私はね、こうね、見ているだけでも、まあ声じゃないですか、顔がね。で、まあたまにね、男なんですかとか言われる時あるんですけど、がっつり女なんです、私。なので動画だと漏れないけど、写真だったら漏れるんじゃないかなって思って、こうやってせっかく動画を撮っているわけですからね、ピープで写真を撮って、で声もなんかでなんかちょっとすごい甲高い声を出して投稿してみようかなと思って、でなんかどんだけね、森崎アリスっていう人間をさ、知らない人たちがさ、どんだけこう食いついてくれるのかなっていうのをちょっと見たいなと思います。 Facebook だったり Twitter を通して、ログインをすることができるので、こんな感じに、私のピープはこんな感じでスタートします。それでは早速撮っていきたいと思います。もうね、森なら任してくれ、森なら、もう森なら、写真の森なら、動画は漏れんけど写真なら任せて。ちょっと最大限に画面こすっとくわ。なんかちょっとさ、もう持ってる感なんか嫌だね、見られるの。はず、いやーやだ。ちょっと待って。見て、めっちゃ漏れてません？なんか漏れすぎてて、めっちゃ漏れすぎてる。別人なんですけど。ウケる。ちょっと待って、じゃあこれからちょっとボイスを入れていきたいと思います。どういう声でしょう？よし、 OK です。ピンク星からやってきたあなただけのお姫様、森崎アリスです。よろしくお願いします。いけました？今いけました？結構いけた？ピンク星からやってきたあなただけのお姫様、森崎アリスです。よろしくお願いします。うわー、すげえブリッコキモい。あ、すごい、こうなるの？気持ち悪い。ということで今アップされました。でアップされたんですけど、見て、これね、モザイクなってるじゃないですか。でポンって押したらまだモザイクなの。そしたら擦るマークがあるんだけど、こうやってね擦ると、やだー、私が出てくる。すごい、なんかびっくりした今。え、なに、あ、擦った後にボイスのポチっていうのがあるから、押してみましょう。お願いします。うわー、釣れるな、これは。これは漏れすぎている。やばい、鼻水出てきた。、はい、ということでピープ試してみたので、皆さんもコスプレイヤーさんだったりとか、普通の、自撮りのカテゴリーとかもあったりするので、自撮りをしてこういう風にね、私みたいにちょっと詐欺ってみてもいいと思いますし、すごく面白いと思います。写真と思い描いてる声が別の人っているじゃない。だから私も結構声変わるからさ、なんていうの、もうすごい声高い時もあれば、声めっちゃ低い時もね、ダンディみたいな声の時あるでしょ。だからそういう時もあるから、なんかこのアプリ本当になんかいろんな声がね出せたりとかする、私みたいないろんな声を出せたりとかする人にはめっちゃ楽しいアプリだと思います。で、すっごい面白くて、いろんな人のねコスプレイヤーさんがモノマネをね、声真似をして、コスプレして声真似してる方向があったりとかもして、すごいそれがねまたね似てるの、本当に。だからいろんな人に本当に見てほしいです、とりあえず。で、とりあえずね、皆さんアプリをダウンロードしてピープを本当に使ってみてください。実際使ってみたらすごいピープの楽しさわかると思います。ということで今日のアプリ紹介は写真と声の共有アプリピープのご紹介でした。皆さんよかったら使ってみてください。私のピープ森崎アリスで検索してみてください。めっちゃ漏れてるんで、はい、ということで失礼いたします。バイバーイ。